分類データによる地図の塗り分け方法から地図の重ね合わせ表示の方法について説明します。ここでは土地利用上の特性により累計化した農業地域累計区分による編み掛け模様を用いた色分け地図を作成します。次に前の動画で作成した色分け地図に この動画で作成した地図を重ね合わせる作業を行います。前の動画で作成した色分け地図のレイヤーを複製し、新たに分類データによる色分け地図を作成します。レイヤーパネルにある農業集落協会のレイヤーを右クリックし、レイヤーを複製をクリックします。 レイヤーパネル内に複製したレイヤーが作成されます。複製した農業集落協会のレイヤーをダブルクリックし、レイヤープロパティからシンボロジを選択します。復元元元のレイヤーの設定が残っているので、新たに塗り分け方法を設定します。一番上のタブをクリックしてプルダウンを開き、 カテゴリー値による定義をクリックします。カテゴリー値による定義は分類データで塗り分ける際に適しています。次に塗り分けに使用するデータを値から選択します。プルダウンを開き、今回使用する地域累計一次分類を選択します。 塗り分けに使用するデータを選択した後、分類をクリックします。地域累計一次分類は4つの区分に分かれているため、4つの階層とその他の値の階層が表示されます。その他の値の階層は不要なので、クリックして選択した後、画面下のマイナスボタンをクリックして削除します。 次に各階層のシンボルと判例を設定します。各階層の一番左の色がついている部分をダブルクリックし、シンボルの設定画面を開きます。今回はもう一つの色分け地図と重ね合わせることを想定して、編みかけ模様で色分けします。下にスクロールし、編みかけ模様のシンボルを選択します。 色がついている長方形をクリックし色を変更します枠線の太さを調整するため「塗りつぶし」の文字の下の直線をクリックしますストローク幅横の三角ボタンをクリック あるいは数字を入力して太さを調整します。設定が終了したら下の OK をクリックします。次に判例の文字のあたりをダブルクリックして判例を編集します。 他の階層も同様にしてシンボルと判例の設定を行います。 一番下の階層は塗りつぶし色を透明にして枠線だけを表示させるように設定します。シンプル塗りつぶしの設定画面から塗りつぶし色横の三角ボタンをクリックし透明な塗りつぶしにチェックを入れます。 すべての階層で設定が完了したら、レイヤープロパティ画面で OK をクリックします。レイヤーパネルでチェックが外れていると、そのレイヤーのデータはマップ表示部に表示されないため、チェックを入れます。QGIS では、レイヤーパネル内で上に位置するレイヤーほど、マップ表示部で全面に表示されます。 このため、上に位置する色分け地図で、農業集落すべてが白色を含め、色が塗られているため、下に位置する網掛け色分け地図は、マップ表示部で見ることができません。レイヤーパネル内で上に位置するレイヤーのチェックを外すと、下の色分け地図が見えるようになります。分類データによる地図の塗り分けは以上です。続いて、 地図を重ね合わせる作業を行います。レイヤーパネル内の各レイヤーは、ドラッグして順番を入れ替えることができます。レイヤーパネル内のレイヤーをクリックして選択し、ドラッグしてレイヤーパネル上部へ移動させます。レイヤーの順番が入れ替わりました。次に、非表示となっているレイヤーにチェックを入れ、マップ表示部に表示させます。 二つの地図が重なって表示されました。上に位置する編みかけの色分け地図は、編みかけのライン以外は透明色になっていることから、下にある色分け地図と重ねてみることができます。地図の重ね合わせ表示は以上です。